どうも、無印マニア無常です。冬って外に出るのが億劫になりますよね。寒っ。ちょ待って、なんなんこの寒さ。ガクブルガクブルっていう時でも、今年の無印の冬アイテムならもう外に出るのも怖くないです。ということで、今回は外の寒さを忘れさせてくれる無印のあったかアイテムを7個紹介します。それでは行ってみましょう。無常にお任せ。後ろからつけるイヤーマフ1990円。外に出た時、実は一番寒さを体感してしまうのって耳って知ってましたか？耳を温めてあげるだけでかなり体感温度は上がります。女性もののイヤーマフって上からつけるタイプが多いんですが、こちらは後ろからつける仕様になっております。これでね、髪型も崩れにくいですし、帽子もかぶることができます。おしゃれさんにはもってこいですね。でこちら、まあ、勝手にこうやってバインってなるんですけど、ここ中にこういうサイズ調整があるので、自分の頭の大きさに合わせて調整することができます。なので男女ともに使えます。畳むとこんなにコンパクトになるので、まあこれぐらいならカバンに入れてもそんなに邪魔にならないかなと思います。カラーはチャコールグレー、黒、モカブラウン、ブラウンの4色となっております。イヤーバンド590円。耳当てをしてるとちょっと耳が痛くなるねんっていう方はこちらがおすすめです。こちらボア生地のイヤーバンドですね。こんな感じでゴムになっていて、フィット感もよく暖かくて、首に下ろせばちょっとまあ細い気はするんですが、ネックウォーマーにもなります。外した時はね、耳当てよりかはコンパクトで邪魔にならないので、持ち運びはこちらの方がしやすいですね。カラーバリエーションは黒、アイボリー、グレイッシュブラウン、ブラウンの4色です。こちら今ネット見たらセール価格になってるんで、もしかしたらこのある分販売したら廃盤になるアイテムかもしれません。なのでまあ欲しい方は早めの方がいいかもですね。それかリニューアルして販売されるのか。よく耳当てをするのですが、耳が痛くなるのが悩みでした。これはヘアバンドと違って締め付けもなく、長時間つけても耳が痛くならず非常に快適です。もう一つスペアで買う予定です。毎日自転車に乗るときは欠かさずはめていきます。ショートカットの私には必須アイテムということですね。ボアフリースネックウォーマー1290円。こちらは両面ボア生地のネックウォーマーです。ふわふわで、これは首元めちゃくちゃあったかいです。でこれ内蔵の袋に収納することができます。ここにね、なんかね、袋があるんですよね。どうやって収納するの？これどういう状態なん？これこの状態を詳しく教えて。こうか、あ、これを入れろってことか。ほんでこうね、こうか、なんか汚い、こういうことですね。なんかよくわからん。こちらカラーバリエーションはグレー、アイボリー、グレイッシュブラウン、ダークモカブラウン、ブラウンの5色となっております。暖かファイバーマクモーフマフラー990円。このね、暖かファイバーシリーズね、これ最高です。もう僕はね、このファイバーさんにね、ずいぶんお世話になっております。もうこんなんもう見るからにあったかいでしょ。もうこんなんね、もう説明とかいらないんですよ。ありがとうございます。ほんでまたこれ990円って。話変わるんですけど、寝具もね、このシリーズはね、ほんまにおすすめで、もう軽くてあったかい。この動画で紹介してるんで、寝具にね、もし今満足してないっていう人は見てみてください。こちらカラーバリエーションは、ベージュ、レンガ、グレーベージュの3色となっております。去年欲しいと思った時には売り切れで悔しい思いをしました。今年も販売されれば絶対買おうと決めていました。そしてついに手に入れました。スヌードとは違って、髪型や化粧を気にせず首元ぬくぬくです。色は悩みましたが、店舗で見てカーキや黒、ネイビーのコートに合いそう、汚れも目立たそうなレンガ色を選びました。満足です。去年は売り切れで好きな色が買えなかったので再販をずっと待ってました。厚手毛布をそのまま首に巻いているような暖かさです。ネット通販では速攻で売り切れてしまったので店舗で実物を見てグレーベージュとベージュを買いました。レンガはブラウンよりも赤みが強い感じでした。マフラーやストールは洗えないものがほとんどの中、このマフラーは洗濯機で洗えるのが最高、そして値段がお手頃ということなんですね。まあ、かなり高評価なレビューが目立ちました。ダウンマフラー1990円。ダウンがそのままマフラーになったこちらのアイテムね、めっちゃ軽くてあったかいです。これもかなりおすすめです。すごくいいです。生地は柔らかくすぐに暖かくなります。普通のマフラーがチクチクする人にはもってこいですね。ダウンコートが首周りにくっついている感じです。縫い目が気にならないか心配だったけど全く気になりません。マイバッグのように折り込んでいけば持ち運びも楽々、お友達にも感心されました。そしてこの価格、これはいい。このアイテムはこちらの動画で詳しく解説しているので気になる方はチェックしてみてください。撥水防風タッチパネル手袋1990円。
男性におすすめしたいのがこちらの手袋です。これね、スーツの時にも合うし、私服の時にも使えます。で、これ親指、人差し指、中指の3本がタッチパネルに反応する仕様で、このままね、スマホの操作ができるので便利です。もちろん右手側もそうなっています。これね、普段自転車乗るとき僕これつけてるんですけど、本当に申し分ない暖かさですね。しかもこれ撥水加工されてるので、多少の雨とか雪が降っても安心して使えますね。カラーバリエーションは黒とブラウンの2色です。なんていうんかな、この生地ちょっとスウェードっぽいというかみたいな生地でね、ちょっと高級感もあっていい感じなんですよね。風も少々の雨でも大丈夫、真冬の自転車でも暑くなって外したくなる時もあるくらいです。買ってよかったです。内側のボアも高級感があるし、スマホも反応してくれるし、いいことしかないです。こういうシンプルで可愛い手袋を探していました。素材が少し固めなので指を動かしづらいですが、気になるほどではないです。まあ、確かにこう曲げた時は若干窮屈かなっていう感じですけど、全然そんな気にはなりませんね。風が強い日でもこれをつけていたらそんなに手が冷たくなりませんでした、ということですね。ボアフリースハンドウォーマー790円。こちらモコモコが気持ちいいハンドウォーマーです。指先が出てるので外で指先を使うシーンでね、これはめちゃくちゃ活躍します。白クマみたいで可愛いでしょ。これ釣りする人とかいいんちゃいますかね。この手首とかこの辺めちゃくちゃあったかいもん。これで790円はいいね。で、こちらダウンタイプもあって、撥水ダウンハンドウォーマー2990円ですね。まあ、こちらより少しお値段張りますけど、釣りする人とかは絶対こっちの方がいいな。これね、まあ、指先が空いてるんで、僕は家でパソコンしてると指先が冷える時あるんで、冬場のこのパソコン作業で使いたいと思います。カラーバリエーションはアイボリー、グレイッシュブラウン、ダークモカブラウンの3種類です。子供へ行く時の手袋として使っています。指が出るタイプの方が何かと使いやすいようで、肌触りも良く、見た目も大人っぽい感じがお気に入りのようです。手袋するほどじゃないけど腕周りが寒いなと思っていたところ、ネットで見かけて一目惚れして即購入。ふわふわであったかいし、見た目も可愛いので気に入っています。着脱の時に少しきつい感じがするので、手が大きめの方は試着してからの方がいいと思います。人気のルームソックスと同じボアフリースのハンドウォーマー、店舗で見つけて手にはめてみると、なんだこれあったかすぎる、即買いました。値段も790円でお手頃、親指を出す穴があるのでズレもしないしいいです。指先出ますが、指先もカバーしたければ指の位置を逆にはめれば長めにカバーできると思います。ん？どういうこと？あ、そういうことね。こっちから入れるってことか。ああ、そういうことね。はいはい、なるほど。反対につけると指先もだいぶカバーできるってことね。すぐ売り切れそう。早めにご購入を。っていう感じで、レビューもね、これ高評価多いですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はね、外の寒さをしのぐあったかアイテムを7個紹介しました。気になったアイテムあったっていう方はね、ぜひチェックしてみてください。お買い物の参考になったら嬉しいです。このチャンネルでは無印良品の様々なアイテムを紹介していますので、無印良品好きっていう方はね、見逃さないようにぜひチャンネル登録をしていってください。この動画の高評価やコメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。無事にお任せ。熱い、これ家の中につけた、今日は暑いわ、なんか汗かいたわ。